ズラエル。お前がここにいるということは、お前の主人も。王太子殿下を守り参らせよ。やしゃせやっ。うわっ、アルスラーン殿下、ダリッツに遅れを。ピシュワード、今すぐ教えてほしいこと。種橋を壊され、川の向こうに仲間が取り残されているのだ。助けに行く。殿下はここでお待ちください。ピシュワード、ありがとう。まずは周囲の敵を追い払い、殿下の圧を確保せればなりませんが。さあ、我らも出るとしよう。みんな、殿下のもとへ急ぐぞ。ピシュワード、もう一話を通して、アズラエルとスレッシュはいつも一緒だったのに。陛下と共に王都に潜入させておりました。連絡がございます。殺されたのか。スレッシュはアズラエルには一つ出来の悪い兄弟でした。ですが、互いに仲は良かったし、二話の区別なく過ぎておりました。私の真剣は、とんだ的外れであればいいのですが。お主の武器、一段と冴え渡っているな。敵に同情したくなるほどじゃ。できていようだ。我が総統、この将軍、キシュワードこそ、まるないよ。じゃ、これはいらぬか。お主にこそふさわしいと思うのじゃが。ナルサス、先にたどり着いていたのか。お主らがあまりにも忘れたのではないかと心配したぞ。俺と会ったのが運の尽きだ。カイ、あの門を開ける必要がある。いざ行かん。今日のところは引いてやる。ご活躍です。やしゃせお。おい、川を渡ってくる奴がいるぞ。あの格好、パルスのものに違いねえ。なんだと。急いで仲間に伝えなくては。囲まれておるな。まずは辺りの敵を追い払わねば。あなた、この地を守るマルスマ、覚悟はどうだ。合奏とお主らを抜けよ。ようやく来たか。あんた相当な腕前だね。味方に理由は楽ができそうだ。引け。もう大丈夫だな。よし、
急ぎ戻るとしよう。お主らついてくるがよい。城の奴らできて分が悪い。だが手ぶらでは帰る。せめてアルスラーンだけでも捕らえてくれ。いつを今日のところは引いてやる。おお、お見事でいらっしゃいます。今の殿下ならこれを使いこなせましょう。この俺に向かってくる。いい度胸だ、アルスラー。私は引かない。なすべき果たすまで。殿下、お強くなられました。このダリオどこまでもついてまいりますぞ。これで城に入れるな。みんな無事でよかった。騎士ワードが力を貸してくれたおかげだ。進化として当然の務めです。よくぞここまでたどり着かれました殿下。長旅でさぞやお疲れになったことでしょう。国境の要ペシャワール城へご案内します。みんなが無事でよかった。ところでナルサス、この私はアルフリード、ナルサスの妻だよ。ナルサス、別行動になっていた間何があった？こんな一大事の時に。いや、旅は孤独だ。作詞殿とはいえ魔が差すこともあるだろう。そうなのか。弁明してくれアルフリード。うん、正式に結婚はしてないんだ。だから今はただの丈夫だけど。丈夫？ナルサス様。違う、俺は何もしておらぬ。妻だの丈夫だの、この娘の出任せだ。嫌に慌てるではないか。慌ててなどおらぬ。この娘はゾット族長の娘で、族に襲われていたところを救ってやっただけだ。族？あの銀仮面が現れた。ここに至るまでの包囲網はあいつの策だ。なるほどな。とにかく皆が無事に再会できて仲間も増えた。よかったではないか。王太子殿下。バフマン。おお、よくぞご無事で。世話になるぞバフマン。騎士ワード、パルスはこのペシャワールから反撃の狼煙を上げる。皆の力を貸してくれ。はっ。ペシャワール城にある騎兵2万、歩兵6万あげて殿下に忠誠を誓わせていただきますぞ。ナルサスいる？ナルサス様ならまだここの将軍たちと会議中だ。ふん、そうだ。じゃあナルサスのこといろいろ教えてよ。あのさ、ナルサス様に慣れ慣れしくしないでくれないか。知り合ってから何日も経ってないくせして。付き合いの長さと深さは別物よ。お前なんてナルサス様の好物も知らないくせに。
お前とは何さ。私はあんたより年上なのよ。礼儀を守るかは相手によるさ。それよりナルサス様の邪魔をしたら許さないからな。あんたに許してもらう必要はないわよ。ふん。ああもう何よあいつ。お主ナルサス教のことを好いておるのか。うん。ならば彼の妨げにならぬようにすることじゃ。あの御仁は今のところ一人の女よりも一国を起こすことに夢中ゆえ。国を起こしたって新しい貴族と奴隷ができるだけさ。ナルサスほど頭のいい人がそんなことに気づかないなんてね。お主のナルサスならそれを克服するような道を見つけるかもしれぬぞ。そういう男だと思えばこそ彼を好きになったのではないかな。わかったよ。騎士ワード、私はここペシャワールから挙兵しボートを奪還する。そして奴隷制度を廃止したいと思っている。奴隷を解放するとおっしゃいますか。ここまでの道中私なりに考えたのだ。一時の感情だけで奴隷を解放しても何にもならない。だがきちんと計画を立て時間をかけて様々な条件を整え国を挙げてそれを行えばできるのではないだろうか。殿下の決心はご立派ですが、あえてそのようなことをなさればおそらく諸侯の大半は殿下のお味方にはなりませんぞ。だけどルシタニア人を追い払ってパルスは全く元通りというわけにはいかないと思う。前よりもこの国が良くなるのでなくては戦う意味もない。なるほど。しかしそのようなお考えに対して陛下がどうおっしゃいますか。もし父上を助けて差し上げることができればそれだけ私の発言力も強くなると思う。きっと私の申し上げることを聞いてくださるだろう。挙兵できないというのか。どういうことだバフマン殿。慌てたところで益はない。国王陛下の安否さえまだ判明せぬ。少なくとも今年のうちに兵を動かすのはわしは反対じゃ。国内の諸勢力がどう動くかそれを見極めてからにした方がよい。アルスラン殿下を陣頭に立てパルスの王権を回復させるのは当然のこと。我らがそれを行ってこそ国内の諸勢力も動き始めるのではありませぬか。バフマン殿はなぜそれをおためらいになる。慎重と申すよりやる気がないとしか思えませぬが。もうよした方がいい。戦場にあって一度たりとも敵に遅れを取ったことなきバフマン殿なれど、おいとはむごいもの。ただ安楽に老後を送れればよいとのお考えだろう。何を言うか。くちばしの黄色いひな鳥目が。まったく話にならぬわ。怒っただけか。いや、あの老人もっと食えぬ。怒ったふりをして座を外し追及されるのを避けたのだ。この後に及んでバフマン殿は何を考えておられる。キシュワード殿、心当たりはないか。実はアトロパテネの開戦の直前、バフマン殿のもとにバフリーズ殿からの手紙が届けられたのだ。おじが手紙を。俺が知っているのはそこまでで内容の方は見当もつかぬが、それからバフマン殿はあのように変わられてしまってな。開戦の直前。ダリオン、アルスラーン殿下に忠誠を誓ってくれぬか。殿下個人にじゃよ。ダリオン、ナルサス教には見当はつかぬか。それが分かれば苦労はせぬよ。俺は千里眼ではない。知らねばよかった。知るべきではなかった。もし何もかも知らずにいられたら、あの聡明そうな王子に